はい、酒好きな新潟市の飲酒動画、今回は、生ビールですね、限定醸造、ザ・クラフトマンシップ・クリスマス・ビア、メリーゴールド、深いコクと旨味を楽しめるメリーゴールド、アルコール度数が 6.5% とかなり高い、すごい。で、原材料が麦芽とホップと米とコーンとスターチ。クリスマスビールってご存知ですか？サンタクロースとゆかりの深い国の一つであるデンマークで毎年11月に解禁されるクリスマスビール。解禁日の20時59分。街のカフェやバーはその年のクリスマスビールを楽しむ人たちで賑わいます。なんで20時59分なんだ。少しコクと甘みが強く、アルコール度数が 6% 近いものが代表的です。本商品は、これを参考に、それを参考にアサヒビールのビール職人と醸造学マスターが、日本のお客様に向けて醸造したクラフトマンシップビールです。醸造責任者、白井、なんだ、サイか。読めない。ということです。コクと麦の香りとホップ香が高いようです。それでは飲んでいきましょう。クリスマスビール。クリスマスビール。それじゃあ乾杯。うわ、甘っ。これ甘っていうか、甘いっていうか、いや、人工的な甘さじゃなくて、なんかそのビールの甘さがあるね。これすごい、すげえ甘い。ビール本来の甘さっていうか、麦芽の甘さっていうか、なんだろう。とにかく甘いです。これ甘いな。メリーゴールド、イブアンバーっていう2種類があるみたいですね。このクラフトマンシップのクリスマスビアシリーズ。コクとほのかな甘み、爽やかなホップの香り。これすげえ甘いな。甘いっていうか、いや、なんだっけ、金麦みたいな甘さじゃなくて。糖類入ってないけど、そのほのかなその甘さがあります。いや、優しい甘さっていうか、そんな感じはありますね。美味しい。苦味は逆に全然ないですけど。ドライセゾンなんて飲んだっけな。
あ、なんで？アサヒクラフトマンシップシリーズは、ドライペールエールとドライセゾンとドライメルテン。こちらがもう販売がほぼ終了している感じですね。うん。で、第5弾が出たということみたいですか。美味しい。あ、そういえば、風の噂で聞いたんだが、なんだっけ、ウイスキーの富士山麓が、終売になるという噂があったんですが、大丈夫なのか。富士山麓。富士山麓、ウイスキー、なくなんないよね。大丈夫これ。うますぎて、やはりダメだったか。終売とかいう噂が立ち込めたんですけど、2チャンネルのスレで書いてあった。大丈夫か。これハイボールにするとうまいんですよ。終わらないだろ。怪しいぞ。大丈夫？え？あ、富士山麓の18年か。18年バージョンが終売になるみたいです。終売になるみたいですっていうか、もう5月の情報らしいです。はあ。18年ってあったんだね。シングルモルト18年だ。富士山麓に18年ものなんてあったんだ。あと、ボストンクラブが終売になるという噂が？え？キリン富士山麓、あれ？嘘？え？あ、やっぱりそうらしいです。12月8日の、なんか、誰かのブログがあるんですけど、そこに、富士山麓のノンエイジとボストンクラブが生産終了だって。はぁ。18年プラス、富士山麓もなくなるの？はぁ。マジかよ。またうまいのなくなるの？しねえよ。バカじゃねえの。いい加減にせえよ。また俺の好きなウイスキーまた一個減ったんだけど。もうどうなってんだよ、これ。キリーン。お前は何とかしてくれると思ってたのに。日華ウイスキーと同じ感じか。富士山麓の通常の1000円ぐらいのやつがなくなるらしいです。さらに、ボストンクラブも終売になるみたいです。うわぁ、ボストンクラブもあれ美味しかったのにな。まあ、買ってないけど安いんですよね。ただし、来春の、3月に、来年の3月に新商品として、富士山麓樽熟原酒 50% と、オークマスター樽香るがリリースされるそうです。このオークマスターってのは俺ずーっと飲んでみたかったんですけど、もう終売しちゃってもうなくなったんですけどね。また復活するみたいですね。富士山麓の樽熟原酒って、どういうこと？富士山麓が終売してまた販売するってこと？ほとんど同じじゃない？つまり終売が？いや、でも、オークマスター、これ昔のやつじゃないから多分あんまり美味しくないっすよ。おそらく。
富士山6がさらに美味しくなって新登場だって。ああ、富士山6が、あれなのか。新登場するらしいですね。3月の22日だって。つまり、まあ一新されるって感じか、富士山6。容量が？これなんだ、容量いくつだ？容量が 700ml みたいですね。新発売の富士山6が。今は確か 600ml？ ちょっと少ないんですよね。うわぁ、でも、残念だな。またなくなるのか。また富士山6とかいう。うまいウイスキーなくなるのか。日華ウイスキーの再来だな、これ。マジかよ。ああ、怪しいな。富士山6も多分まずくなるんじゃないか。あ、これはあれだな。富士山6買っとかねえとな。今のうちにちょっと、あれだな。1本買っといて。3月に出るっつーから、それと飲み比べも兼ねて一本丸々開けとくべきだな。だから2本ぐらい買って、3月にとりあえず2本買って1本は、その新しい富士山6と飲み比べする感じで残しといて、もう1本はまあ普通に飲んでって感じか。2本ぐらい買っとこう。あとボストンクラブはそもそもがあんまり売ってるところが少ないんだよな。まあ別にまずくはないけど、別にそこまでうまくもないんだよ。で、オークマスターに関しては、昔売ってたらしいんですけど。これね。もう売ってないんだよね。ただし、オークマスターがね、すげえうまかったらしいっていうのを聞いたんだよ。オークマスター貯蔵年数10年え貯蔵年数10から12年のモルト原酒をふんだんに使用し、価格以上の熟成感味わいを実現しましたっていうやつですね。2002年に発売したウイスキーですが、多分、うますぎたっていうよりは、10年から20年、じゃ、10年から12年のやつを、850円程度で販売してたらしいので、結果として、もう、販売するだけ多分あれだったんですよ。どうしようもなかったと。そりゃそうだ。なるほどね。で、あと、オーシャンラッキーっていうやつも、終売したって言ってますけど。まあ、これは昔の話ですけどね。オークマスターずっと飲みたかったんで、まあ、販売されるってことは、まあ、ちょっと良かったっていうこともあるけど。まあ、ボストンクラブがなくなる。まあ、ボストンクラブか。ボストンクラブ。淡麗の方はあんまり美味しくないんですけど、芳醇の方は美味しい、割と美味しいんで、まあ、値段も安いしね。ボストンクラブ。ただ、まあ、そんなでもないんだよな。言うて。別にわざわざ買う必要もあるような味でもない、はないんだよ。まあ、日華ウイスキーでいう、ハイ日華みたいな感じの立ち位置だったんで。まあ、味はハイ日華の方が、美味しい。
美味しいかどうかわかんないけど。まあ値段としては同じぐらいだったからね。まあでももう日課ウイスキーはもう買う価値ないっていうか、俺の中でもう買う予定はないんで。日課ウイスキーはもう不買運動しますから。もういいかなという感じはあります。まあただ、富士山6が終売っていうことは、まあ、多分新しいのはまずくなって新発売してるだけなんで、ちょっと残念ではありますけども。まあ、やっぱ美味しい。高かったんですよね。原価が高かったんでしょう、おそらく。富士山6。やっぱ美味しかったからね。4534です。ご視聴ありがとうございました。